白穂座をね田原洞結遺跡新石垣空港の滑走路左側に見える石垣の文字の左奥が白穂座をね田原洞結遺跡である新石垣空港滑走路北側に位置する白穂座をね田原洞結遺跡は沖縄県石垣市にある旧石器時代から16世紀頃までの複合遺跡である全身骨格がほぼ残ったものとしては 国内最古の約2万七千年前の人骨が発見されるとともに、国内で初めての旧石器時代の母遺が確認された。国の史跡に指定されている。沖縄県石垣市東部の白穂から桜山にかけて分布する洞穴内にある遺跡で、海岸から約800メートル、標高30から40メートルに位置している。新石垣空港敷地内にあり、 空港建設中の2007年に NPO 法人沖縄小入道協会が行った調査で道結内から人間の頭、足、腕などの骨球点が発見された。また、その後の調査で1000点以上の人骨片が出土している。2007年に発見された人骨のうち状態の良い6点について道協会沖縄県立埋蔵文化財センター 琉球大学、東京大学等の専門家チームが放射性炭素年代測定を行ったところ、2010年にそのうちの1点の20代から30代の男性の頭骨片が国内最古の約2万年前、他に2点の約1万8000年前及び約1万5000年前のものと確認された。さらに国立科学博物館が2010年までに出土した。 人骨10点の母系の祖先を知る手がかりとなる、ミトコンドリア DNA 分析した結果、国内最古の人骨とされた4点のうち2点は、ハプログループ M7A と呼ばれる、南方系由来の DNA タイプであることが明らかとなった。2012年度から2016年度にかけて、沖縄県立埋蔵文化財センターが行った、調査では19体分の人骨が発見され、 2017年5月19日には最終調査結果として以下の点が発表された。これまで直接測定による日本国内最古の人骨は静岡県浜北区の根形洞窟で発見された浜北人の約1万4000年前であった。なお、人骨そのものではなく周辺の炭化物などから測定した日本国内最古の人骨は 沖縄県那覇市山下町第一洞穴で1968年に発見された山下同人の約3万2000年前のものである。サオネタハラの読み方は沖縄県立埋蔵文化財センターの公式発表や日本考古学協会、日本人類学会での報告ではサオネタバールとされている。これに対してシラホで用いられている。 ソネタバルとすべきではないかとの指摘が、石垣市議会でなされている。なお、サオネ田原は、自死らホの正事名であり、法音は、ソンタパリという。ありがとうございます。